大判出典フリー百科事典ウィキペディアより、大判学名フリカートラはツルモククイナ科大判属に分類される鳥類の一種、大判属の模式種。分布 FA アトラ、アフリカ大陸北部、ユーラシア大陸、アイスランド、イギリス、スリランカ、日本、フィリピン。夏季にヨーロッパ、シベリア、朝鮮半島などで繁殖し、冬季になると東南アジアやアラビア半島、サハラ砂漠などへ南下し越冬する。日本では夏季に北海道、夏鳥、本州、九州で繁殖し、冬季になると本州以南で越冬する冬鳥もしくは流鳥。FA オーストラリス、オーストラリア、ニュージーランド。 FA ルガブリス、インドネシア、ジャワ島。 FA ノベーギニア、インドネシア、パプアニューギニア、ニューギニア島。形態、全長32から39センチ、翼回長70から80センチ。和名はバンよりも大型であることに由来する。頭部や頸部は黒い羽毛で覆われ、頭頂や後頸には光沢がある。胴体は灰黒色の羽毛で覆われ、上面は青みがかる。尾羽基部下面、下尾頭は黒い羽毛で覆われる。尾羽の色彩は黒褐色。耳列風切り先端は白い。虹彩は赤や赤褐色。くちばしの色彩は白い。上肢から額にかけて白い肉質、顎板で覆われる。夏季、夏羽は後肢の色彩が黄緑色や緑青色。冬季、冬羽は後肢の色彩は灰緑色。ヒナは黒い面羽で覆われる。目先や喉は赤い、顔や翼はオレンジ色の面羽で覆われる。幼鳥は全身が黒褐色、喉から胸部が白い羽毛で覆われる。目の周囲から眼眶部にかけて白い斑紋が入る。くちばしの色彩は黄白色。足には木の葉形状の水かき、便足があるため、バンよりも泳ぎはうまい。亜種。FA アトラリナウス、1758。FA オーストラリス。FA ルガブリス。FA ノベーギニア。生態。湖沼、湿原、水田などに生息する。非繁殖期には大規模な群れを形成することもある。英名大判は鳴き声に由来するという説もある。植生は植物食傾向の強い雑食で、主に水生植物を食べるが魚類、鳥類の卵やヒナ、昆虫、軟体動物なども食べる。繁殖形態は卵生。水辺や水生植物の中に植物を積み上げた皿状の巣を雌雄で作り、1から13個の卵を年に2回、3回産むこともあり得む。雌雄交代で抱卵し、抱卵期間は21から24日。雌雄ともに育ひなを行い、年に2回以上繁殖するため先に生まれた幼鳥も育ひなを行うこともある。種の保全状況評価。国際自然保護連合 IUCN により、軽度懸念 LC の指定を受けている。日本の以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。絶滅寸前、絶滅危惧一類 CR 埼玉県。希求種、絶滅危惧二類 VU 栃木県、千葉県、大分県。準絶滅危惧 NT 群馬県、富山県、京都府、大阪府、奈良県、山口県、香川県、沖縄県。幼虫目種、宮城県。情報不足、DD、岩手県、福島県。人間との関係。英名大判は、ケルト族の本種を指す呼称に由来するという説もある。千葉県我孫子市の指定の鳥である。狩猟鳥獣に指定されていないため、狩猟により捕獲することはできない。しかしながら、農作物への食害を理由として有害駆除の対象として捕獲されている例がある。以上で読み上げを終了いたします。最終更新2023年10月11日、水曜日。
はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に幸多からんことをお祈りしております。